こんにちは、ちびつこばです。よろしくお願いします。今回は以前ご紹介したユニクロとジルサンダーのコラボレーションプラス J の購入品の中からおすすめのダウンの商品紹介とコーディネートをご紹介したいと思います。発売前のアイテムチェックの時は全くノーマークのアイテムだったんですけども、実際店頭でいろいろアウター着比べてたら最終的に着た今回購入したのが一番しっくり着てかっこよかったです。ということで早速ご紹介していきたいと思います。購入したアウターがこちらです。ライトダウンボリュームロングフーデッドコートです。価格が 17,900 円に消費税で、カラーはブラックの、サイズは L サイズを購入しました。一応色違いでオフホワイトとネイビーの3色でした。ロングダウンを購入しました。アイテムチェックの時はこれのショートのタイプだったり、まあダウンの中でもショート丈のダウンで悩んでたんですけども、今回はこの超ロングなライトダウンを購入しました。まずめちゃくちゃ軽いです。これロングコートでこんだけ素材使ってて、ダウンもこれだけ使用してるのに、まあ、これハンガーの重さはありますけど、ハンガーなしでこのアイテムだけ持つと本当めちゃくちゃ軽いです。そしてこのボリューム感、見た目にもすごいボリューム感があって、640ヒルパワーのダウンを使用しているそうです。中綿は一応ダウン 90%、フェザー 10% になってます。そして表地はナイロン 100% になってます。これもなんか上質なナイロンで、軽量で耐久性のあるナイロンを使用してあります。あとシルエット的にはもう今風なオーバーサイズシルエットになってます。形はオーバーサイズで、なおかつダウンのボリュームがすごいあって、あとジルサンダーのコレクションはすごい立体的に作られてるので、シルエットがとても美しいです。近くで素材感見てみるとこういった感じです。ナイロン 100% になってます。しかも撥水加工を施してあるそうです。まあ多少の雨なんかには強いかなと思います。そしてディティールなんですけども、まず首元なんですけど、今回個人的に購入する一番のポイントになったのがこの首元の雰囲気なんですけども、襟がこの下の部分、この辺からついてるんですよね。すごい襟周りのディティールが特徴的です。フードもすごいボリューム感があって、大ぶりのフードになってます。でフードも特徴があるんですけども、フードにこんな感じでここ切り替えてあって、縁がついてるんですけども、縁の外側はダウン 100% で、フードの縁の内側は中綿がポリエステル 100% になっているそうです。どういう意図があるのかはっきりは分かんないんですけども、ちょっとこの内側の方が硬さがあるんですけど、あえてこの縁の内側に硬さを出して、こう立体的に仕上がるようにしてるのかなと思います。そして首元から肩と袖にかけてこういった感じです。袖もすごいボリューム感があります。そして袖口こういった感じです。特にリブがついてるとかではないんですけども、こう袖の内側に収縮性のあるゴムみたいなものが縫い付けてあるんですけども、なんで少し手首をこう締め付けてくれます。軽くですけども、すごいミニマルなシンプルな仕上げになってます。そして首元から下に向かっていくと、ポケットが4つついてるんですけども、このポケットのディティールも特徴的で、まずフラップポケットが左右に1つずつついてて、このフラップ部分もちゃんとダウンになってるんですよね。ここもすごい膨らみがあって、しかもなおかつスナップボタンになってます。そしてポケットの縁にもこんな感じでリボンテープみたいなものが施されてて、すごいこう細かい作りになっててこだわりを感じます。このポケットはかなり大きめになってますね。そしてもう一つジップ付きのポケットが、これも左右に一つずつついてます。ちょっと上のこのフラップ部分に被るような感じなんですけども、ジップ開けるとこういった感じで横からもこうポケット手を入れることもできます。そして今回このポケットのジップもそうだし、フロントのジップもそうなんですけども、プラス J のロゴが入ってます。そして裾に向かっていって、裾がこういった感じです。モダンなミニマムな感じになってます。フロント開けていくと裏地なんですけども、あとジップがダブルジップになってます。着脱しやすいようになってます。それとか、まああんまり開けることないと思いますけど、コーディネートによっては下をちょっと開けるのもありなんじゃないかなと思います。そして裏地なんですけども、裏地もナイロンが使用してあるんですけども、こう光沢のある極細ナイロンを使用してあります。すごい軽量な高品質なナイロンを使用してあります。これ今回カラーによってこの内側の裏地の色が変わるみたいです。なんでこう開けてきた時にこの赤がチラ見えする感じもいいんじゃないかなと思います。素材感近くで見るとこういった感じです。すごい上品なナイロンです。そしてバックスタイルこういった感じです。まあ後ろは基本もうすごいシンプルな感じなんですけども、まあこのフードのボリューム感がいい雰囲気を出してます。それではまず前を全部締めた状態でコーディネートしてみたいと思います。僕が身長178センチの70キロに今回のロングダウンの L サイズを着用してます。ちなみにボトムスはナイキのテックフリースパンツを着用してます。まずめちゃくちゃ軽いです。こんなボリュームの見た目のアイテムを着てるとは思えないほどの、もうすごい軽くて着心地いいです。あとは室内なんですごい暑いぐらい
めちゃくちゃあったかいです。あとシルエットなんですけども、若干脇の下シェイプしてあるかなと思います。それもあってか、なんか僕ベンチコートみたいになったら嫌だなと思ってたんですけども、スッキリしてなんか洗練した雰囲気になってるんじゃないかなと思います。横からと、あとやっぱこのフードのボリューム感ですね。この立ち上がりがすごい綺麗ですね。そして一番気に入ったポイントのこの襟の部分なんですけども、すごくないですか？この襟の高さもそうだし、まあここにも全部ダウンが入ってるんで、ボリューム感もそうだし、この襟がもうデザイン的にもめっちゃかっこいいですし、実用的にも温めてくれるし、あと個人的になんかすごい小顔効果があるのかなって感じです。僕顔大きい方なんですけども、なんか首周りにこんだけボリュームくることによって、すごいなんか顔がちっちゃく見えるような気がします。そしてポケットの感じも雰囲気的にすごいいいです。あと色なんですけども、一応ブラックなんですけども、なんか真っ黒ではないです。少し明るめの黒というか、まあ、このナイロンの素材感との黒の発色の問題だと思うんですけど、あえてなのか若干明るめの黒です。ちなみに丈の長さは僕の身長で膝が隠れるか隠れないぐらいかの長さです。そして開けた感じなんですけども、今ちなみに以前ご紹介したキャンバーのロンティー着てるんですけども、まあ、もちろん気温とかにもよると思うんですけど、個人的にはこういう重衣量のアウター、こういう厚手のダウンとか厚手のコートの時は十分アウターがあったかいので、インナー薄くして着るのが好きなんですけども、まあ、まさにこんな感じでロンティーとか今回発売されてるあの薄手のニットとか、こうインナーはもうカットソーとかで合わせるのが個人的には好きです。あと今年の気分的にはまあクルーネックでもいいんですけども、まあ、こういうハイネックとかモックネック合わせるのがおすすめです。そしてボトムスなんですけども、今結構タイトな細身のパンツ履いてて、まあ、これが一番合わせやすいとは思います。ただこのボリュームのあるロングダウンにあのワイドなパンツ合わせるのもおすすめです。かっこいいと思います。僕が昨日ご紹介したプラス J のスーツ、スラックスのパンツなんですけども、あのスーツの上にこのアウター着るのももちろんいいと思うんですけども、全部締めた時に昨日紹介したスラックスってあの太くもなくすごいワイドってわけでもなくすごい細いわけでもないんで、なんかあの中途半端なシルエットのパンツがあんまり合わないかなと思います。なんで特に締めて着るときは、まあ、極端にこんな感じで細いパンツか、ちょっと割と極端にワイドなちょっとモードっぽい感じで合わせた方がかっこいいと思います。これ開けてきてもやっぱ形が自然にシェイプしてて、ほんといい雰囲気を醸し出してくれます。あとインナーにこういう結構あの今回発売されてるワイドなシャツとか、なんかオーバーサイズのカットソーとかと合わせてもいいかもしれないですね。まあ、このざっくりしたアウターにインナーもざっくりしたトップスとかざっくりしたパンツとかで合わせるのもいいかなと思います。あとはあんまりスポーティーになりすぎないように、かなりスポーツ寄りのスニーカーとかじゃなくて、スニーカーでもちょっとレザー使用してるものとか若干きれいめ寄りのシューズと合わせた方が全体のバランスいいんじゃないかなと思います。あとこれは実際に外に着ていってこう歩いて動いた時の雰囲気とかがいいんじゃないかなと思います。裏地の赤が見える感じとかもまた表情が変わっていいんじゃないかなと思います。ということで、ちょっとまだ購入できるかわかんないんですけども、動画の説明欄にも商品のリンク一応貼っておくんで、気になる方よかったら店頭やオンラインでチェックしてみてください。ということで、このチャンネルではお手頃のファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテムを紹介してますので、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。